はい、ミンゴルファー雪村です。今日は6月の2日の土曜日ですね。今週6日目ということですね。ランキングカウントやってもらおうと思います。クラブはね、門松クラブを持っています。で、ボールは、トリアイナボールからスカラベボールにね、ちょっと変更してやってっております。インパクトをちょっと、まあ、犠牲にする分、コントロールを重視という形で今持ち直しまして、ランキングカウントやっていきます。で、門松はね、まあ、ドロー系のクラブなんですけど、右にね、どうしてもやっぱりブレてしまう。まあ、老けてしまうんですけどね。まあ、それを防ぐために、ボールの左下打ちを行っております。ので、今ね、ホーミングしかピンショットを発動しないので、まあ、ピンショットは一つも発動しないっていうことになってしまうんですけど、常にボールの左下打ちでね、やっていっております。まあ、門松に関してはいつもね、そういうやり方です。今回はね、4アンダーをこのセットで取っていけるかどうかっていうのをね、やってっておりますのでね。うわ、ちょっと今弱すぎたかな。ちょっとね、ここね、弱めに行くんですけどね。いや、今それちょっと弱すぎましたね。自分で喋りながら打ってって、ちょっと弱すぎるなと思いましたけども。さあ、47センチの下りのスライス、どうだ？はい。あ、これはバグる方か、それとも入る方か。あ、バグる方っぽい。入れ、入れ。お、入った。うわぁ、今回なんとか入りました。よかった。前回これでね、ちょろっと1点戻って、ちょろっと1点戻ってっていうね、バグがあったんですけど、ひょっとしたらバグが治ったということなのかもしれませんが、貴重なパットをお見せすることができましたね。ということで、ひとまずバーディー発進です。ちょっとね、セカンドショットが短すぎましたよね。あれやってるようじゃ、まだまだということですよ。はい、ではセカンドホールに向かいます。さあ、ピンは、お、奥のようですね。ということで、岩の右ぐらいを狙って、ボールの左下打ちでティーショット打っていきます。気持ちとね、弱めに打っていきます。このファーストカット、いかないかなぐらいのところで止まれれば OK です。はい、いいですね。問題ないです。そして残り307ヤードですね。どうですかね。左に3、4、5。5マスぐらい今ね、左にずらしました。まあ、風もちょいフォローですね。左からの。というのもあって、5マスずらした状態で狙っていきます。旗よりもちょっと弱めで打ってきました。うん。軌道はいいですね。軌道はいいです。よしよし、こっからちょっと戻ってきて、バッチリじゃないですか。完璧ですね。やっぱね、ピンがね、段の上だと、断然イーグルが取りやすいところにボールが止まりますね。段が下だと 1.8 メーター以内に寄せれることが多分私できないですね。はい、もうできたとしても本当にまぐれです。こうやってやれば、まあ多分こうなるだろうということすら言えないぐらいまぐれですよね。1.8 とか2メーター以内に寄ったらね、下の段で。難しいですね。はい、ということで今のところ物理的スコアの3アンダーで最後のホールに向かいます。さあ、大雨のショートなんですけども、門松の、まあ、やり方だっていうわけじゃなく、まあ、今、ちょっと風分を、まあ、右にずらして、ボールの左下打ちですね。まあ、これでブレをなくすというふうに、まあ、想定して打っていくということです。で、旗よりも、どうでしょうね。5%、6% ぐらい強めに打っていって、今 92% でした。ので、届くかな、届かないかなぐらいですけども、あ、ちょうどよかったですね。はい。ちょっとオーバーしたぐらいですけども、ちょうど良かったですね。風がそこそこ強かった。9メーターですもんね。8メーターか9メーターかって言って9メーターということだったんで。そういうことなんですよね。のでまあ、風も影響しますし、インパクトのパーセンテージも影響しますし、難しいんですけどね。このホールでホールインワンよりもおそらく最初のホールでね、チップインのイーグルの方がスコアを上げるっていう方法はね、早いような気がしますね。はい、ということで、門松とスカラベボールのセットで4アンダー取れましたね。まあ、ボーナスポイントはまあ、今回はそんなにね、望んではいないんですが、ひとまず4アンダー取れました。昨日も、門松とスカラベで3回トライして1回も取れず、ので、まあ、5回目で取れたということですね。5回挑戦してようやく取れたと。はい、お疲れちゃんです。
まあ、なのでやっぱね、チェッカーフラッグクラブの方がね、まあ、やっぱいかに無風というのが、強いかということですよね。うん。ということでね、門松とね、スカラベは4アンダークリアしましたんで、続いてね、どれでいこうかな。ビッグフライクラブでいこうかな。次はね、ビッグフライクラブとビッグフライボールでいこうかね。ね、これビッグフライセットで臨もうかなと思います。そうなると、パワーが B ですね。B プラスですね。で、コントロールが C のインパクト D というようなセッティングで臨みます。さあ、行きますね。ということなんでね、まあ、昔のセットに戻りました。門松クラブが出る前のね、私のギアに今戻ったという状態ですけども、まあ、これで4アンダー取っていけるかどうかですね。パワーが B プラスです。なので、おそらく290ヤードぐらいですかね。ので、セカンドホールもおそらく2オンはできるんじゃないかなと思いますね。はい。299ですね、パワーモードで。ということのようです。さあ、久々にビッグフライセットで打ってきます。まあ、このクラブね、ブレがあんまりないので、これはこれでやりやすいんですけどね。まあ、飛距離が出ないのと、まあ、アクティブスキルがないっていうところだけはね、まあ、ちょっと残念なんですけども。まあ、それでもね、十分4アンダーを取っていけると思ってやっていこうと思います。右からのフォローで、4メーターぐらいと、まあ、計算して、このくらいで、ずらして打っていきます。で、ちょい弱めですね。弱めで、いきます。はい。今ね、風分と、まあ、下り分だけの弱さで今、打ってってみました。どうだ？いいですね。当たれ！おーし。あわや、あわやですよ。まさかのビッグフライセットでチップインが出るんだってね。絵がね、お見せできたらね、嬉しかったんですけど、惜しかったですね、今ね。さあ、これはもう簡単ですね。28センチ上げなんでパワーだけです。しっかりと見て、よし。ということで、最初のホールバーディースタートですね。今のはね、弱めにセカンド打ってたんですけど、あれはあくまでも風分と下り分だけしか見てないですね。今のはボールが、ちょい打ち上げな場所にボールがあったんでね、そうしたんですけども、門松で打っていくと逆に今度、ボールがね、左足下がりのところにあったりするんで、まあ弱めに打っていかなきゃいけないっていうことでしたね。まあでも惜しかったな、当たって惜しかったな、今の。当たったらね、シグアランクのギアで5アンダー取ったぜ、みたいな動画がね、お見せできたら、なお最高だったんですけどね。まあひとまず、問題のね、セカンドホールでしっかりとね、イーグル取れるかどうかっていうところが、ポイントっちゃポイントなんでね。はい、そのロングホールにやってきました。ピンは奥のようですね。ということで、このファーストカットギリギリあたりをね、狙っていきます。で、風に運ばれて、右のフェアウェイのどこかで止まると。なるべくね、ライがね、平らなところで止まってほしいんですけども。さあ、どうだ。おぉ。ファーストカットに着地しましたね。はい。まあまあ、計算通りです。で残り272なんで十分2オンできますね。あとは、つま先下がり分プラス風分で、このくらいかな。はい。5.5 マスから6マスぐらい今左にずらしました。で、ボールの下打ちでホーミングですね。狙っていきます。よし、いいやつにしましたよ。意外にね、シルバーランクのこのギアでも、戦っていけますね。うん、いいですね。はい、3メーター以内であれば、まずまずの距離だと私は思います。何の練習も実はしてないです。もう今変えたばっかりで臨んでいますんでね。何の練習もしていないんですけども、取れましたね、イーグル。よしよし。ということでね、物理的スコアの4アンダーに、これで大手です。いやー、まあやっぱりね、どのギアで臨んでも、パターンは一緒だなと思いますね。逆に門松クラブで狙う方のが難しいかもしれないですね。やっぱね、ブレが激しいんで、ブレの少ない、やっぱりこういうビッグフライクラブとか、チェッカーフラッグクラブとかね、まあ、そういうギアで狙う方が4アンダー取っていきやすいっていう感じが
なんとなくしますね。さあ、最後のショートやってきましたね。ピンが手前か。はい、ちょっと風分だけ呼びまして、4番アイアンに今ちょっと持ち直して、ちょい強めです。ここもね、あんまり弱すぎるといけないんですけど、強すぎるてもいけないということで、どうだ？カラーあたりに落下して、うおー、危ない危ない危ない。ああ、よかった。とりあえずグリーンまでとりあえずね、ジャンプしてくれたんでよかったんですけど、当たりどころが悪いとね、グリーン乗らないので。はい、これは、ほぼほぼまっすぐですね。ちょい風かなって感じですけど、はい、OK です。はい、ということでね、このビッグフライクラブにビッグフライボールのシルバーセットに持ち直して最初のトライで4アンダーが取れましたね。そして1位ということでしょうか。はい、そうですね、1位ですね。いやー、なんだろう。まあ、セカンドホールがピンが奥だったっていうのも良かったんですけど、シルバーランクのギアでも十分戦えますね。で、ピンショットのホーミングは発動しますので、5アンダーだって狙っていけるというギアっていうことですね。ほら、さっきの門松の4アンダーよりも上に入りましょうね。なるほど。まあ、そういうことですね。まあ、ということで、シルバーランクのギアでもね、十分4アンダー取っていけると思いますんでね。残りあと2日間となりましたけどもね。まだ12アンダーまでたどり着いてない方いましたらね、ぜひぜひ、トライしていってみてください。ご視聴ありがとうございました。ゆきまでした。